大台北都会公園の RC カーレース場。遠くに見える高架道路は中山高速航路と第64線両本閣付近の道路から望む観音山五国は台湾に北市の四つく。域内に五個工業区を有し、台北市に隣接した立地条件を生かした工業団地として発展している。 工業団地は五県土と五高路の名称を冠した道路により整然と区画が整理され、高層建築の工場内部に多くの中小企業が同居しているのが特徴である。日田市に属する三重区、アシス区及び新城区の北側に面しており、台北市からは高速道路で直結している。南部の五個工業区周辺は中小企業の工場や事業所か数多く存在しているが、 住居や商業施設は少ない。一方、中山高速航路より北側は山に面していて緑も多く、住居も数多く存在する。五個地区には二重所、高道と呼ばれる河川がある。普段は水は流れておらず、土手に囲まれた内側には道路や運動公園などがあって住民に開放されているが、洪水発生の可能性が高い場合には、 淡水側からの水を流すことになっており、台北市の近くを流れる淡水川のバイパスの役目を果たしている。近い将来、五国を経由する台北都市運環状線や桃園機場早雲などの開業が予定されている。五股の救名は五国港である。これは最初にこの地に入植した漢人五名が協力して開拓に当たったことに由来している。 真の同行年間に、八華人、貧南人の入植が進み地名も、簡略化され、五国と称されるようになり、さらに、日照の消失によって五国と表記されるようになり、現在に至っている。1767年、潤権がこの地に設けられ、五国、八里、高国行が、その管轄下に置かれた。代を通じて、大きな変化はなく、1895年に、 日本の支配下に置かれると、台北県公弁務所の管轄となった。1920年、台湾全島に、州、軍、町、省の制度が設置されると後または、台北州新城軍管轄となった。当時より、サラ領、新の二省を合わせて五小省と称されるようになり、1945年の戦後に五小号として独立した行政区域を表す名称に採用された。 2010年12月25日には、台北県が、新田市に改編されたことに伴い五国と改編され、現在に至っている。ごご両運事、ありがとうございます。